厚労省では毎年3月1日から8日までを女性の健康週間と定め、女性の健康づくりを国民運動として展開推進しています。そこで三重ライブでは全5回シリーズで女性の健康をテーマに、女性がいかに若く美しく健康でいられるかをさまざまな専門家にお話を伺っています。前回に引き続きまして、津市被災にあります三重レディースクリニックの上本由紀先生にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、前回は若年層の体の悩みとしまして、月経異常や生理痛についてお話を伺ったんですが、今回は更年期をテーマにお話を伺っていきます。この更年期ってよく聞くんですが、どれくらいの年齢のことを言うんですか？女性のその年代をですね、4つの年代に、まあ、ライフステージから分けさせていただきますと、はい、20歳ぐらいまでを思春期と言います。で、20代からまあ40代ぐらいまでを、まあ、性成熟期と言います。で、40代から60代ぐらいを更年期で、60歳以上を老年期というふうに言います。なので更年期で言いますと、40歳からまあ60歳ぐらいという形になるんですが、通常はまあ平均すると50歳前後なんですけれども、閉経の前後5年間がまあ更年期とか、まあ更年期障害というそういった症状が出やすいと言われてますので、大体45歳から55歳ぐらいまでという形になります。先ほど先生がおっしゃいました更年期障害、よくお話を聞くんですが、原因としてはどういったものが原因になってくるんですか？原因としましては、その閉経前後の時に女性ホルモンであるエストロゲンですね、それが急激に低下します。それによっていろんな体の不調が出てくるという形になります。この更年期障害、具体的にはどんな症状があるんでしょうか？皆さんよく聞かれるのはホットフラッシュといいまして、のぼせとかほてり、発汗ですね、そういったものが多いかなと思うんですけれども、それ以外にですね、頭痛だとか肩こりだとか、あと関節痛だとか倦怠感だとか、不眠ですね、そういったものがそれ以外にもたくさんあるんですけれども、そういったものが起こり生じてきます。この更年期障害特有の症状っていうのがすごく幅広いので、なかなかそこにたどり着けない場合もありますよね。そうですね、皆さん内科に行かれたり、脳神経外科に行かれたり、関節痛ですと整形外科に行ったりとか、行くするんですけど、特にまあ関節痛とかですと整形外科に行くと、まあ年だからっていう感じで言われて、まあ諦めてしまうということがあるんですけれども、まあ、それでも婦人科の方に来ていただくと、まあ、更年期障害の一種ということで、まあ、ホルモン補充療法とかさせていただくと関節痛が和らいだりとかですね、そういったことができるという形になります。この更年期障害の治療法っていうのはどんなふうなものがあるんでしょうか？更年期障害の原因では、女性ホルモンであるエストロゲンが急激に低下することで起こってきますので、まあホルモン補充療法とかをさせてもらうことが多いんですが、それ以外にですね、多彩な症状がある場合には漢方療法とかをさせてもらうこともあります。で、あと生活習慣とか、あとはそういうストレスとかですね、そういったものがある場合にはストレスを取るような、まあ、カウンセリングをさせてもらったりだとか、あと生活習慣の一つですと食事療法ですね。食事療法の中には、大豆イソフラボンですね、それが分解されてエクオールっていう物質になるんですが、そのエクオールはですね、エストロゲン作用がありまして、まあ、更年期の症状を改善するというふうに言われています。で、そのエクオールなんですが、まあ、大豆の製品を食べていたら、まあ、それでいいのかっていう形になるんですけど、症状を改善するのに、まあ、エクオールのその量っていうのがあるんですけど、それを取るのに毎日豆腐3分の2丁もしくは納豆1箱もしくはまあ大豆飲料 200cc 取るっていう形にはなるんですけど、まあ、豆腐好きだから大丈夫、毎日食べれるって言われる人はいいんですが、ただそれには条件がありまして、はい、イソフラボンがエクオールに変わるには腸内細菌が必要なんですね。そのイソフラボンからエクオールに変える腸内細菌が必要なんです。で、その腸内細菌っていうのは日本人 50% ぐらいしか持っていないんですよね。なので自分がそれを持ってるかどうかっていうのは分かりませんので、そうするとまあサプリメントとかで取っていただくといいのかなというふうには思います。
その更年期障害の裏に何か違う病気が隠れているっていう場合もあるんですよね。そうですね、ありますね、うん、先ほど関節痛で年だよっていうふうなお話をしましたが、じゃあ関節痛で整形外科に行かずにまず婦人科ってなった時に、中にはリウマチとかですね、はい、そういった他の疾患が潜んでいることがありますので、まあ皆さん大体の方は、まあ症状に応じて内科とか、まあ脳神経外科だとか整形外科とか受診してから最後に婦人科っていう形で来られる方も多いんですけれども、まあ更年期っていうふうにもう決めつけて婦人科に来られる方もたまに見えますので、そうするとまあお話聞いておそらく更年期だとは思うんですけれども、その原因疾患が、まあ、あることもありますので、まあ、そういうことを除外するために、まあ、他に内科とかですね、他の科もしっかりかかっておいてくださいねっていうような形で説明はさせていただいております。先生、このほか更年期で気をつけたいことって何かありますか？そうですね、閉経後の脂質異常症っていうのがあるんです。脂質異常っていうと、まあ、コレステロールが高いとかですね、そういったことを言うんですが、まあ、男性に多いかなと思うんですけど、閉経した後ですね、女性が脂質異常っていうのはすごく頻度が増えるんです。男性よりも多くなってしまうぐらいですね、になるんですね。でその脂質異常になりますと、心臓の病気ですね、心臓の血管の病気とかそういったのも増えてきまして、で女性の方が死亡率がそれが男性よりも増えてしまったりとか、そういった形になります。この脂質異常っていうのは症状としてはどんなものが出てくるんですか？症状としてはですね、なかなか出ないんですね。なので健康診断とかで血液検査をしていただいて、コレステロールだとか、あとは悪玉のコレステロールですね、そういったのが高くないかとか、中性脂肪とかそういったのが高くないかっていうのを見てもらうといいかなと思います。なので一般の主婦の方っていうのは、うん、なかなかそういう健康診断を受けれないことが多いかなと思いますので、まあ更年期のお話しがてら先生採血してくださいみたいな感じで言っていただけるといいのかなと思います。この脂質異常に対する治療法というのもあるんですか？そうですね、まずは食事療法と運動療法になってくるかなと思います。まあ、脂肪分の少ない食事だとか炭水化物の少ない食事ですね。でアルコールもあんまり摂りすぎると良くないというふうに言われています。さて今回は更年期についてお話を伺いましたが、この時期って女性がまたこう人生のいろんなこうものに直面する時期でもあるんだなというふうに思いましたし、その時期に体の不調があるということでなかなかまあ気づきにくかったりとか受診しにくかったりするんだなと思いますので、やっぱりこう何かこうおかしいなと思ったらすぐに病院に行くっていうことが大切ですよね。そうですね、うん、特にそんなに大きい症状なくてもいいですので、まあ、ぜひ受診してですね、いろんなことを相談していただけたらなと思います。わかりました。さて今回も前回に引き続きまして、津市久居にあります三重レディースクリニック上本由紀先生にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日は女性の更年期について考えました。マリンさん、VTR ご覧になっていかがでしたか？はい、そうですね、やっぱりこう私自身も普段こう生活してて思うのは、こう女性ってやっぱりホルモンバランスが崩れちゃったりとかして、こう1ヶ月で考えてもこう体調が絶好調な時期ってあんまりこう短くなってしまうなっていうのをすごい感じてるので、でやっぱりこう更年期っていうのを今そこまで考える機会がなかったんですけど、今回この VTR で見てすごい勉強になることもたくさんありましたね。うん、まあ、その中でそれこそ今話にあった女性ホルモン、うん、更年期障害を考える上では非常に大事だということが話としてあったわけですけれども、更年期障害が起こる原因の一つとしてその女性ホルモンの減少があるということでした。で大豆食品を摂ることで女性ホルモンに似た働きをする成分エクオールに分解されて更年期症状を和らげることができると言われている、まあ、そんな話があったわけですけれども、マリンさんは大豆食品摂ってますか？私普段豆乳をちょっと飲むようにしてますね。あ、そうですか。ちなみにその豆乳を飲むようにしているのはどうしてなんですか？やっぱりこう美容とかにいいかなと思って、美容と健康のために。なるほど。でその大豆食品を摂ることで、エクオールに分解されるんですけれども、ただ、
エクオールを作るには腸内細菌が必要という話があって、その腸内細菌を持っている女性は日本人では 50% しかいないと。だから 50% の人は腸内細菌がないということで、そのあたりはサプリメントで補っていこうという話でした。さて、ここで女性の健康をテーマにした県民公開講座のお知らせです。3月18日土曜日午前11時20分から津駅前のホテルグリーンパーク津で、県民公開講座三重ウィメンズヘルスケアネットワークが開かれます。セミナーでは今回 VTR に出演いただきました三重レディースクリニックの上本由紀先生に、生理痛や更年期障害といった女性特有の疾患について教えていただくほか、琉球大学病院周産母子センター教授の目軽恵子先生による特別講演も予定されています。なお、この講座は YouTube でのオンライン配信も予定されています。参加方法など詳しくは三重テレビ放送本社営業部までお問い合わせください。女性の健康シリーズ、次回は2月21日火曜日の放送となります。女性ホルモンをテーマにお届けします。以上、特集でした。お知らせの後は週刊ハッピードリームサーカス通信です。僕たちの未来に